今やっぱライブコマースが盛り上がりつつあるっていう話ででもね中国の売れ方が異常なんなんかねそれは言ってましたその中国が何で売れてるのかの理由もあの説明していただいてあの要は上海とか北京みたいなその大都市圏と田舎の情報格差があってうそうそうそう。それと田舎が 結構お金が回ってきてるんですよ。ああ、そうみたいですね。で、それがね、なんか結構その田舎の面白いことをやってる人たちに対してそのギフティングがすごいされていて、そうそうなんですよね。で、田舎の人たちがすごい金持ちになって、でその人たち今度使うとこないからオンラインコマースで買ってるみたいなところはあるみたいですね。うん、ウェブコマースででもね、日本でもそういうような動きが結構出てきていて。 ライブコマースがこれから行くんじゃないかっていう感じにはなってきて僕はなんか自分でもやっててに肉を売ってるんですけど売れるようになってきたんですよ一回の配信で最初2三十万ぐらい行っても二三十万ぐらいだったのがもう今百万普通に超えるようになってきて毎回毎回だから多分ねそれは <laughs> うん本人の信用度合いとかが結構あるのかもしれないやっぱり日本のコンピーマーは ものに関してはやっぱり選択肢が豊富なんでまあまあそうなんですけど、うん、その僕逆にアマゾンとか楽天のようなその既存の EC プレイヤーってあんまり動画とかに重きを置いてないような気がしたんですよ。全然置いてない、ね、なんかちょっとイノベーションのジレンマっぽくなってるっていうかなんかほら。ククックパッパドが あ,あまあ、ちょっと社長っていうか、あの創業者が戻ってきて、秋田さん追い出されて、大変なことになって、今株価がすごい大炎上してますけど。で、収入下がってるんだもん。そうなんですよ。で、すごいことになってるんですけど。あの、まあ、これ創業者が M. B. O. したいからじゃねえかとかっていう。目をわずと下けていじゃねえかっていう。そうそうそう、そんな、そんなコメントがある。全力でやって、あなの、全力でやった、なんですか。夏野さん、行ったらどうですか。いや、でね。 言ってあげたらどうですかこもうあんまり興味ない。でクックパッドのジレンマもアマゾンのジレンマも楽天のジレンマもみんな一緒で、うん、これウーバーイーツのジレンマにもなってるんですよ。つまり